はい、どうも田原元成です。この動画でですね、明日の重賞予想、そしてウィンハイム対象レースの S から A 評価は、この2つをやっていきたいと思っております。明日は当然ね、 G1 S 座記念が行われますので、そちらの予想をやっていきたいと、そう考えておりますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、では早速予想に参ります。今年の安田記念なんですけれども、本命はソウルラッシュにいたしました。こちらの馬なんですけれどもね、昨年このレースに出走をしていたんですけれども、そこでは惨敗を喫してしまいました。ただ、当時のレース改めてね、もう一回見ていただいた方がね、良いかと思うんですけれども、本当直線で、全く追うところがなくて、進路もなくて、あの敗戦に関しては僕はノーカウントでいいと、そう考えております。そこから昨年の秋に向かうわけなんですけれども、富士ステークス、こちらの方で2着に入ったんですが、勝った馬が、今回も出走するセリフォスということで、当時がねちょっと筋量差でいうと、3キロぐらいの筋量差がありまして、まあ、ちょっとその中でね0秒1差だったら僕は全く悲観することはないと考えております。でその後、周りチャンピオンシップ行ったんですけれども、当時がですね、そもそも、ある程度富士ステークスで賞金を取った方がいいよねみたいな、そんなシチュエーションだったと思うんですけれども、叩き2戦目で果たして余力があったのかどうか、そこに関して僕正直疑問符を打たざるを得ませんでした。でレースなんですけれども、当時ずっとね3コーナー過ぎぐらいからずっと前がこう壁ができなくてですね、なかなか難しいような状況で、しかも超スローということで瞬発力勝負、まあ、ルーラシップ3区でねちょっときついですよね、さすがに。そういった状況でもあったわけなんですけれども、そういった中でね3着育ちとはタイム差なしということで、この馬は能力を示した、そんなレースだったと考えております。で、迎えた前走です。前走のマイラーズカップだったんですけれども、当時ね、まあ、ある程度高い評価を僕は打っていたんですけれども、その背景としては、新装回転の京都芝が実は時計がかかる馬場なんじゃないかという、そんなようなことを僕は想像しておりました。ただ、蓋を開けてみたら、勝ち時計1分31秒台、上がりも早いということでね、まあ、この馬にとって全く適した条件ではないという、そんなところで、まあ、3着だったらね、全然僕は問題ないと考えております。で、迎えた今回です。今回なんですけれど、舞台は東京 1600m。まあ、おそらく、そうですね、土曜日の段階で主とかですかね、それぐらいの馬場コンディションだったんですけれども、明日晴れるということですので、まあ、おそらく両馬場になると思います。ただ、両馬場にはいろんな種類がありまして、例えば、今日の阪神芝両馬場まで回復したんですけれども、勝ち時計かなり早かったです。で、その背景としてはね、開幕週の全く使い込まれていない芝ということで、まあ、結構その馬場の回復も早くて、しかも風も強くて気温も高かった、そういった背景がね、その高速馬も促進したと僕は考えたですね。で、今回の舞台の東京なんですけれども、東京開催っていうのがね、4月の下旬ぐらいからずっと使われてきて、しかも土曜日とかね、そういった道荒れでの開催も挟んでおりました。同じ阪神の両馬場であっても、今回の東京と阪神の両馬場では全く質が違います。で、結構今日のレースなんかを見てみても、こう直線で外を通るような、内何頭かを開けてというシーンがありましたので、やっぱね、そういった時計のかかるとまでは言わないですけれども、タフな馬場コンディションであること、そこはね、頭に入れておきたいと、そう考えております。で、この馬なんですけれども、タフな馬場コンディション、まあ、要するに八重山とかね、そういった重馬場とか渋った馬場コンディションにおいては3戦全勝を負け知らず、これ明日のね、両馬場だとおそらく思いますので、全く適用はされません。なんですけれども、明日の東京の両馬場が、果たしてその開幕週の東京みたいなね、例えば C コース、ダービーの両馬場とか、そういったところと果たしてイコールにできるのかどうか、そこに関して言うと僕はね、必ずしもイコールにならないと考えております。で、今回の展開なんかはね、内枠にジャックドールだったり、ソアシだったり、いまだに僕はちょっと信用できないですけれど、メイケールとかもね、そういった暴走壁をはらんだような、そんな馬もいるような状況ですので、どうしたってペースは速くなります。そうなると、さらにタフな馬場コンディションとかね、展開に拍車がかかるという、そんな状況になりますので、この馬が苦手とする瞬発力勝負、上がりの速い競馬、そこは避けられると考えておりますので、今回ソウルラッシュ、この馬に白羽の矢を立てた、そんな次第でございます。で、ここからが相手なんですけれども、相手本戦には、シュネルマイスター、この馬を抜擢いたしました。まあ、合格2年で、3歳児の安田記念、そして昨年、安田記念に参戦をして3着、2着ということで、この東京マイルへの適正、まあ、こちらはね、NHK マイルカップ勝っておりますので、折り紙好きだとそう考えております。で、この馬、ちょっと、ね、それ以降が昨年の秋以降、不振を極めていたんですけれども、前走マイナスカップ。こちらの方で大外から突き抜けるというそんな競馬でした。まあ、今考えればですけど、スプリンターの時もね、それこそ中山記念とかそういった中でもなかなか仕上がりがどうだろうみたいな、そんなところがあったんですけれども、前走ようやく復活を遂げた、そう捉えて良いと考えているんですけれども、そうなればね、まあ、この馬がマイルで崩れることはそうないのかなと、そんなように考えております。で、この馬昨年も2着だったんですけれども、当時ね、僕の記憶で言いますと結構仕上がり的に、太め残りとか、あんま仕上がってないぐらいな、そんなニュアンスをしていたような、そんなところがあったんですね。ただ、今年に関して言いますと、前走に国内のレースから、参戦ということで、昨年とは全く違う、そんなローテーションでもあります。
まあ、もっと言うと一昨年なんかもね、NHK マイルカップから、感覚が詰まった参戦でもありましたので、この近3年というところで言いますと一番いいローテーションなのかもしれません。そういった部分考えますとね、やっぱ人気の一角ではあるんですけれども、これ以下の評価には下げられない、そう考えたというね、そんなところでございます。でその後にはイルイシブパンサー、この馬を抜擢したいと考えております。まあ、この馬はこの評価ということで、基本的には僕ね、今回の安田記念差し追い込み決着一択だと、そう考えているわけなんですけれども、そんな時にやっぱこの馬を名前を挙げないわけにはいきませんでした。この馬、2走前に京都金杯を勝っていたんですけれども、当時が金量58キロ、結構この金量58っていうのがね、安田記念のキーワードになっておりまして、やっぱそう簡単には克服できないというか、結構重い金量だと僕は思っているんですね。でこの馬ですね、イルイシブパンサーなんですけれども、前走がちょっとねかわいそうな、そんな競馬でして、道中ずっといいを取って、あとは直線前が開くだけと思っていたんですけれども、その肝心の前が全く開かないじゃんみたいな、そんな状況になってしまいまして、全くのノーカウントで良いと考えております。で幸いなことにといいますか、結構両馬場がね見込まれるというところもありますので、まあパンパンの両馬場か、そこはちょっと何とも言い難いところではあるんですけれども、少なくともこの馬が苦手とする馬場コンディションとはちょっと遠ざかったというね、そんなところがプラスだと考えておりますので、スムーズに運んだ上でこのハイペースが味方すればね、全然僕は突き抜けてもおかしくないような、そんな一頭だと捉えております。その後がセリフォスですね。こちらの馬なんですけれども、昨年がこのレース4着で、秋に関しては富士ステークス、そしてマイルチャンピオンシップと今回出走するメンバーのね、ほとんどを下しているというね、そんな一頭となっております。で、前走海外からの参戦というわけなんですけれども、どうせ仕上がりに関しては、正直そんなに僕は良いとは思いませんでした。まあ、マックス値が例えば昨年のね、マイルチャンピオンシップだとした時に、ちょっとそこよりはね、劣るのかなという印象でして、今の馬場コンディションを考えたら、内訳も正直、そんなに良いとは思えません。ただ、今回なんですけれども、休み明けローテーションですね。こちらに関しては、中内田厩舎の得意技ということもありますし、レーンジョッキーはこの東京で無双中というね、そんな部分考えますとね、やっぱ自力に関しては、この前1枚も2枚も抜けているという、そんな感覚でもありますので、それこそなんか去年のシュネルマイスター的なね、ちょっといろいろ直前に不安要素を囁かれていたんですけれども、結果的には2着に入ったよね、みたいな、そんなところの再現も考えなければならないというところがありますので、まあ、直線、うまいこと外に出すことができれば、全然ね、このままも勝負圏内だと考えております。あと印で言うとこの白三角、ここについて少し補足をさせてください。ここではですね、基本的には週中の前頭分析、こちらの方で評価した馬が上がるわけなんですけれども、唯一ね、ナミュールを追加した、そこについては触れておきたいと考えております。当時がですね、週中の木曜日のね動画公開だったんですけれども、その時点で僕はもう週末の東京はやばいと思っていました。もう道悪想定、そういったところだったし、その枠もね、まだ分かんなかったんですけれども、金曜で枠順が出て、土曜日の馬場コンディションとかね、明日の天気とか、そういった要素もろもろ考えるとね、やっぱこの馬はちょっと僕は外せません。まあ、僕この馬は終始一貫して高く評価しているということがね、2歳児からお分かりいただけるかなと、そんな風には思うんですけれども、まあ、前走が確かに厳しいような競馬で、それ以上に当時がですね、ちょっと直前にこう雨が降ってしまいまして、上滑りするというか、そういった馬場でちょっと切れ味を削がれた側面もあったのかなという、そんなところですかね。まあ、ローテーション的には正直あまり良くないです。これこそ週中のね、動画でお伝えしたところなんですけれども、そういった確かに不安要素はあるんですけれども、やっぱこのタイミングで一番今人気を落としているという、そんな状況でもありますので、そこでもし来られちゃったらちょっと悔い残るなという、そんなところがありますのでね、こういった週中の直前の部分を掴みした上での印をつけさせていただきました。そんな次第でございます。はい、続いてはウィンファイブ対象レースのいつから評価はこちらをやっていきたいと思っております。まずは東京の9レースなんですけれども、こちらの4頭が該当をいたしました。この中だとドゥレッツァという馬ですね、こちらの馬今回大外なんですけれども、金走がずっとまあ、ずっと安定して、ね、デビューから安定して連帯を確保しているという馬でして、まあ、デビュー戦3着だったんですけれども、2走前にこの舞台で勝利を収めて、前走も勝利を収めたというそんな一頭となっております。この馬結構戦ってきた相手が強くてですね、新馬戦ではパクス・オトマニカ、これプリンシパルステークス勝った馬でして、2戦目がね、サトノグランツ、こちら京都新聞杯勝ってダービーに出走した、そんな世代の中でもね、結構上位クラスのそんな馬たちと勝負を繰り広げておりました。で前走なんかもね、結構中盤もこう減速せずに駆け抜けたということもありますし、今回の東京の 2000m、これ2走前と同じ舞台でもありますので、まあ、スムーズに、ね、このトスだったら、そんな外枠も関係ないと思いますので、スムーズに走れれば、突き抜ける可能性高い、僕はそう考えております。はい、続いて阪神の10レースです。こちらの4頭なんですけれども、この中だと202番の帝王ソラレネル、僕はこの馬に注目をしております。
このままちょっとね、2走前が、まあ、2番人気の、勝利だったんですけれども、当時はちょっと渋ったままで、果たして両馬は適正どうだろうと、そう思われていたんですけれども、前走がこの舞台で、上がり3波の最速34秒フラットでの勝利でした。やっぱ開幕週の馬場というのがね、まあ想像通りというか、阪神9なんかも逃げ切りがちだったわけなんですけれども、そういった中で言うとね、やっぱ前に行けるアドバンテージ、しかもある程度の上がりが使えること、まあ、これはね、一番大きなメリットだと考えております。まあ、周りから見たらね、これバレバレの一番人気プラス、目標にしやすい逃げ馬、そういったちょっとタフなシチュエーションではあるんですけれども、そういった諸々のね、結構厳しいハードルを乗り越えてくれる可能性が高いとね、僕はそのように考えました。はい、続いては東京の10レースです。こちらの4頭なんですけれども、この中だとウィン・アキレース、僕はこの馬に注目をしております。この前走11番人気の連帯ということで、ちょっとフロック誌もね、されてもいいのかなという、そんなところもあるわけなんですけれども、このそもそもね、結構、この東京の舞台での勝利実績がありますし、この昨年ですかね、昨年の6月の、この東京 1400m での勝ち時計が両馬場で、1分22秒6ということで、これもう優にオープン級というか、そんな時計だったんですね。なんでそこからもうだいぶ強い馬だなと思っていたんですけれども、ちょっとその後不振がついていて、で前走5月東京ということで、昨年と似たようなね、そんな時期に変わったことで一変を果たした。で当時なんかも結構ね、走破時計も1分22秒台でしたし、勝った馬が直線突き抜けて、3着馬も直線一気だったこと、結構前がきつかった、そんな展開でも へこたれることなく2着に入っていた。これはね、僕は全然フロック視する要素はないとそう考えております。で今回結構、まあ、厄介なメンバーって言ったらあれですけれども、そういったところがあるメンバー構成ではあるんですけれども、結構昇級組とかはね、果たして持ち時計どうなのかとか、そういった結構不安要素というのは全くないわけではありませんので、であればちょっとフロック視されて、ちょっと今回人気がちょっと不安定なところにあるこの馬をがね、全然評価として高くなってもおかしくない、そう考えました。はい、続いては阪神の11レースです。こちらの4頭なんですけれども、この中だと5枠9番のアティード、僕はこの馬に注目をしております。この馬2走前ですかね、2走前にこのオープン特別を中山の勝っていたんですけれども、その時がね、結構先行したわけなんですけれども、1600通過33秒5ということで、まあ、そこまで極端に遅くもない、そんな展開をね、勝ち切ったこと、これは高く評価していいと僕は考えております。ただ僕今回取ってほしい戦法というのが、掃除のような先行策ではなくてですね、その前の3勝クラス勝った時はとてつもない直線一気の足だったんですけれども、今回はそれをやってほしいですね。というのも今回結構早い馬がいるような状況ではありまして、やっぱ例えば、外枠取ったチェイス・ザ・ドリームなんか、典型的な逃げ馬なんですけれども、そういったところとね、ちょっと付き合ってしまうと、阪神の急半でこう ずるずるとなってしまう可能性がありますので、であれば今回指す競馬をしてほしい、そんなところがありました。まあ、今回ローテーションで言いますとね、叩き2戦目に関しては馬券圏外がないという、そんな安定株でもありますし、前走はちょっと地方競馬ということで、ね、そこまで参考にしていいか分かんない、そんな状況でもありましたので、今回両馬場に変わったこと、ここはかなりプラスだと考えておりますので、両馬場がありかつ叩き2戦目できれば指してほしい、そういったところを願望もあるんですけれども、そういった競馬が取れればね、僕この舞台でも全然突き抜けておかしくない、そんな一頭だと捉えております。その後がサンライズアムールですね。ちょっと考え方は、アティードと似てはいるんですけれども、この馬が差し馬で、まあ、3走前ですかね、当時先行したんですけれども、そこはちょっと負けてしまったんですが、それ以外は差す競馬で全て上がり3波の最速というね、そんな切れ者というふうになっております。で今回が、外枠に変わるというのはね、かなりプラスだと考えております。これ2走前にこの舞台で外枠で勝利を収めて、当時が上がり3波の最速。そういったところもあるような一頭でもありますので、今回外枠に変わってある程度のハイペースが見込める、そんな状況であればね、全然この馬の昇級2戦目ではあるんですけれども、そこでもあっさり突破してもおかしくない、そんな一頭だと考えております。はい、次では東京の11レースです。こちらは週中の動画をご参照ください。はい、以上で明日の重賞予想とウィンハイム対象レースの S から A 評価は、この2つは終了となります。来週からちょっと G1 シリーズがお休みということで、そんな形になるわけなんですけれども、それでもね、引き続きこの動画をご覧いただければ、すごく幸せというね、そんな感じもありますので、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。